競馬ファンとは競馬を趣味にしている人のことである。近代競馬の基礎を築いたイギリスでは、歴史的には王公貴族や富裕地主の庇護を受けて競馬が盛んになったが、競馬人気の高まりとともに労働者階級にも浸透した。イギリスの競馬場のロイヤルエンクロージャーと呼ばれるエリアにはドレスコードがあり、現代に至るまで競馬場は社交場としても機能している。 一般感染客も含めてであるが、ヨーロッパ諸国では感染者の男性はむね、紳士服で、競馬場に入場の上感染している例も見られる。イギリスの競馬場については、貴族、アッパーとワーキングクラスで入場門が違うなどとも言われるが、香港の競馬場等でも、費用負担とそれに見合うエリアでの楽しみ方は分かれており、ことさら差別的であるわけではない。 日本の競馬文化については、日本の競馬日本の競馬文化を参照競馬の黎明期、すなわちかなり古くから競馬を趣味とする人は存在していたが、趣味の対象となったのはもっぱらギャンブルとしての競馬であった。しかし1973年にハイセイコンが活躍して、以降は競馬はロマンという価値観を持つファンが増加し、その後競馬ファンの趣味の対象はさらに多様化した。 日本の中央競馬での競馬ブーム、編集第一次競馬ブーム、編集道の駅サラブレッドロード2カップの、廃成構造1973年に起こったブーム、廃成構の活躍を契機として起こったため、廃成構ブームとも呼ばれる。廃成構が引退してそのブームが、鎮静化しても競馬場の入場人員は増え続け、中央競馬では1975年には、 過去最高の年間観客動員数となる延べ約1500万人を記録した。この時をピークに、以後は現在に至るまで観客動員が減少傾向となるが、翌年1976年から翌々年の1977年には TTG が名勝負を演じて競馬人気に貢献した。第二次競馬ブーム、編集笠松競馬場にある小栗キャップの 銅像竹豊1980年代後半より1990年代前半にかけて起こったブーム。竹豊と小栗キャップの活躍、およびバブル景気との相乗効果が要因とされる。玉もクロス、サッカーボーイ、平成三強と呼ばれた小栗キャップ、スーパークリーク、稲荷湾、さらにはアイネス風神、メジロライアン、東海帝王などの名馬の活躍。 1988年に公開された競馬映画優秀オラシオンのヒットも競馬人気に貢献した第一次競馬ブームをはるかに超える規模のブームとなり比較的若い女や子供の競馬ファンまでもが急増し一種の社会現象にもなった具体的な現象としては第一次 ブーム下の1973年に記録された東京優春での最多入場者記録が1990年に破られた。オグリキャップの引退レースとなる第35回有馬記念でも入場者数が約17万人となった。また、中央競馬の売り上げも急増し、1987年には2兆円弱であったものが1990年には3兆円を超えた。その後、 1990年代より2000年代にかけて、緑の牧場王や、馬なり一ロン劇場、風のシルフィードなどの競馬漫画のヒットや、ダービースタリオンや、ウィニングポストシリーズ、さらに、ストロホースなどの競馬ゲームのヒットなどにより、競馬ファンが増えた。競馬場での観戦、編集フランスロンシャン競馬場で、応援幕を張る日本の競馬ファン日本においては、競馬場に来場するファンや観客が、 比較的多く、1987年の第7回ジャパンカップを優勝したルグロリュの各陣営はインタビューで日本では観客の多さが印象に残ったと語っていた。日本の競馬ファンは感染時、パドックなどで騎手に罵声や暴言を浴びせる傾向がある。騎手の竹豊は日本では負けて帰ってきた時何をされるかわからないと語り、日本以外の国との比較において、 一番悪いですね。日本が投票している。また、2006年に日本の競争はディープインパクトがフランスで行われた外戦門賞に出走した際、多くの日本の競馬ファンがロンシャン競馬場に来場したが、その際の振る舞いについて、フランスの競馬専門士、パリチルフは、奇怪な馬の被り物を被るレーシングプログラムを強奪する。 パドックで競争場撮影のためにフラッシュを光らせる、レーススポンサーの看板の上に横断幕を張る、馬券を空中にばらまく、といった観戦マナーの悪さを指摘した、競馬ファンの趣味としては主に以下の例がある。日本国内、国外を問わず各地の競馬場へ実際に足を運んで、観戦する、旅打ちともいう、馬産地を巡る者もいる。最も一般的なもの、競馬新聞あるいは、 スポーツ新聞を購入の上、それを参考に予想して勝ち馬投票券を購入するパターンが多い。詳細は予想を参照。牧場やトレーニングセンター、競馬場において競走馬を見学したりする。パドックで競走馬の馬体を見る者もいる。農業高校や大学の農学部に入学し、獣医師免許、家畜賞免許を取得して競馬場や 馬産地において競争馬を見学したり、中には調教師や場所に当裁馬のエージェントをしたり、農林水産省等の行政における情報の聞き込みや競馬関連書籍をもとに研究するスタイル。また競争馬のレースフォームをビデオ撮影し、スローモード状態を物理計算して能力値を研究するコアなファンもいる。各競馬場のコース構造を調査、研究している者も,もいる。 これは少数派に属する競争場や機種などの関係者の写真撮影を主とする。大体は好みの競争場や機種を中心に撮影している。資料や雑誌等を参考にして競馬及びその関連の歴史を研究する。上記の競馬ブームにより競馬場内、競馬場外問わず関連商品が多数発売された1980年代後半以降に急増した。 現在でも大多数存在する。商品のほか勝ち馬投票券や、レーシングプログラム等の収集も行われている。これは2000年代に入って新たにできたスタイル。競馬場内の各飲食店を食べ比べするものである。各競馬場内での食べ歩き、同じようなメニューを供する店舗についての、各競馬場間の比較、当地名物を味わう等の楽しみ方がある。 用途が決まらない場合に、個人や団体で引き取って育成しているケースがある。ただし、育成環境の整備、緊急時を含めた、獣医師と専門職との連携等、趣味以上の注力が必要である。ありがとうございます。